はい、今日はおこぼれにネズミは乗るの後半イベントエクストラ3思考と究極のチーズ、こちらをやっていきたいと思います。まあ、メンバーはこちらの通りで進めていきますと、まあ勇者チームが冒険者チームですね、結構、まあ、まとまっている。あと能力も結構高めで忍者も頑張ってくるというあたりが厄介ポイントなんじゃないでしょうか。まあですが基本的にはこの中央部分を固めていって、撃破というふうに持っていきたいと思います。いったところで、まあまあポデルさんがやっぱり自前で HP も回復できるというあたりで非常に強いので、そこを頼りながら攻略を進めていくというところになりますね。左側はもう完全にギフニラさんに全部助けてもらおうというところで布陣を取っていきますと、ここでもうバッチリ蓋しますね。であとはまあ右側は、まあ、結構ポデルさん一人でも頑張れるんですが、まあまあサブキャラとしてね、エリリさんを配置というところでまあ固めていく感じですね。まああとはもう見送ればクリアできるんじゃないかなと思うんですが、ちょっとまだどうなるかっていうのが見通せてない部分もあるので、まあ見ながら楽しんでいこうかなと思います。やっぱこういう風に忍者がねバババッと出てくると捌くのが、難しい部分がありますね。まあウォークチームがやっぱり強いですね、このゲーム。キャラ呼んで、ああやっぱりやられるんだなと思ったら、まあ適当に張り替えながらね、ダメージを散らしつつ攻略を進めていけばいいかなと思います。やっぱりやられますね。やっぱ HP 結構ギリギリまで削られますが、まあ範囲内を全員回復するっていうね、ノネさんのスキルが結構強力で光ってきますと。はい、といったところで、とりあえずエクストラ3は攻略となりました。はい、まあ毎回のことになるんですかね、まあこう新キャラが手に入りますよっていうのと、あとストーリーでね、次の多分イベントで手に入るだろうというキャラが紹介されながらね、ワーベア娘、まあこちらもねぜひ分からせたいというようなキャラになっておりましたね。もう今からね、来週が待ち遠しいというような感じになっておりますが、まあ、今週は、まずはこのネズミイベント、完了させていきたいと思います。はい。ということで、エクストラ3の攻略は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。またいつも高評価ボタンも押していただきましてありがとうございます。引き続き攻略動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた。バイバーイ。